はい、じゃあ、トゥイグアツヤシャンうどん最強決定戦ということで、今までピザとか、牛丼などなどやってきまして、はい、ぜひ過去作も見てください。あ、よろしくお願いします。そのまあうどんバージョンということで、うん、今回もうどんがメインのお店4店舗もあります、うん。で、どのお店が一番うまいのかっていうのを完全独断と偏見で僕たちが決めるという。なるほど。はい、評価をね、させてもらうということで、はい、1人うどん1玉、うん、と、エビ天。はいはい。うん。まあ、エビ天2本ぐらいかな。うん、4人で1店舗目は丸亀に来ております。なるほど。てか逆にありますか、うどんここやろ。おい、いやもう丸亀、丸亀行ったことやな。かの川、かの川、あ行ったことないかもな。かの川、正直かの川好きじゃなかったな。えっ、おい、うん、好きじゃないとこまであんの、あれだった。俺はまあでもかの川今日行くでしょう。行きます、うん、すごい特典あるんで、まあその時また言います。特典、うん、びっくりする。なるほど。すがうどん発見、マジ点あります。うっせえやん。じゃあちょっと楽しみに。じゃあ早速丸亀行きましょう。はい、せーの、はい、笑う角には福来たね。なんか一人一杯頼まなくてもいいらしいんですけど。うん、ああね、なんかどこにでもあるやつ決めて全員でそれ、いろんな店舗のこう、ぶっかけと、じゃあ全然ぶっかけ、ぶっかけ並、それかなんか季節メニューみたいな、期間限定、そう、なんかジャンルはいろいろちゃうけど、はいはいはい、はい、その店舗が推してる季節メニュー、あといいかもね、それ。じゃあ季節と、ね、あと天、はい、エビ天、エビ天、エビ天、どうもー、どうもー、平成クインテットです。わーわー、平成クインテットのリキです。タケルくん、あ、タケル、タケル、嘘、また遊ぶ、遊ぶ。じゃあいただきましょうか。よっこいして、タケからいくか、いったって。ま、なんて言うやろ、この麺の細さかな、俺好きな。おお、なんかもうちょい太いとこ太いし、うん、で、ちょうどいい腰やし、食べやすいねんな。あ、うどんも感じれて食べやすいっていう、うん、腰がすごい。いいよ。そんなにいらんほうするから、みんなが。うん、食うの下手よな、絶対に。リクロ、その麺系すすっての好きやね。ここで食べるやろ。そう、箸をもっとこうやったら楽やのに。染み込んでるよな、めっちゃ。確かにこの麺になんかあるんだよ、ギミックが。あるのかな、ちょっと傷入ってるとか、入ってるとか、すげえな。ブレイキングダウンに来た時のオーディションの人たちみたいな、絡みたい、うん、あやつらばっかや、うん、はいはいはい、で、麺が米をみたいな、だしがオーディションに来た人たち、うん、あー、エビ天食べよう。こっちな、こっちじゃない。こっちや、出た。頑張ってな、頑張り、頑張ってんな。口の中がいっぱい、ちょっと出た今。いやいや、口の中からうどんのいっぱいにしたいんだな、これは。うん、うまいわ。うまそう、これうん、まどんぐらいいっぱい。まあ、ゆずちょっといっちゃおう。なんか感想あったし、感想あったし、食べたいし、いっぱいやわーって言ったから、どんぐらいいっぱいって例えさそうとしたし、全然聞いてないし、四方向が全部間違ってる。どう変化するんだよ。いいな。ほんまにうまいやつや。うまいやつ。じゃあ、エビ天もらいます。やりましょう。エビがどんだけ詰まってるかとか、うん、あー、なんか思ってより細いかも、エビが意外と。見た目ちょっと細そうで、うん、中もね、見ないんですよ。細思ってるより細い。あ、まあまあ、だからほんまやったら髪の毛のキューティクルぐらいが一番いいやろな。シンってこう白いやつがあって、その周りにこう黒いのがパーってある。うん、いいな。
なるほど。うん、どう？なんとは言いませんが、うん、評価に響きます。いや、そうね。はい、そこだけちょっと分からんけど、両方楽しめるように。うん。はいはい。OK。完全に当たります。うん、はい、ごちそうさまでした。じゃあ、車の方も持って、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、はい、これ10段階だったっけ。はい、10段階、うん、で、ちょっとまあ今から話し合いということなんですけども、はい、じゃあまずうどんからいけますか。普通のかけ、うん、なるほど、うん、どうでしたか。いや、まあ、別に全然文句なし。10でもいい。10でもいい。怖いデッキだな。またこの10点以上が出るの。うん、じゃあ8、9か8ぐらいにしとく、うん、基準点ね。あのおろしの方もめっちゃ美味しかったでしょ。めっちゃうまかった。10点やろ限定。あれはマジで。エビ天はマジで腹立ったわここやな、ほんまに。うん、正直なんかスーパーのお惣菜、もう何パー割引、うん、ぐらいのエビ天でしたね。じゃあちょっといい、なんかトイレ行った。行ってない。行ってない。行ってないか。行った。俺トイレ行ってんけどさ、うん、匂いが、あれ、あー、ちっちょ前な匂いしてんね。いっちょ前、うん、なんか、うん、そのうどん屋さんってちょっと和な感じやんか、うん、やっぱり確かに木の匂いでいいんよ、うん、あー、なるほどね、杉みたいな、うん、なんかほんまクラブのトイレみたいな匂いしてさ、うわー、嫌やなー、それ芳香剤バンバンみたいなと。クラブのトイレ弱みたいなやってるしてるからちょっとええ格好しすぎちゃうかなっていうのは思った。そのもう全国にもう僕ら売れました、うん、あ、なるほど。もうそろそろ香水つけていいっすよ俺。あーあー、なるほどな。なってる。ちょっと言っていいっすか。はい、ちょっと気づかへんかった。ええ、ちょっと俺とクリスで、うん、あの注文のものを受け取っててんけど、あ、うどんを担当してるのが2人おって、はい、うどんを取り分けて渡す人と、はい、それを盛り付ける人、はい、おそらくそれを盛り付ける人が店長側というか、うん、偉いさん側の、その人がその受け取る時に多分ミスってんな、渡す人が、うん、で、あ、すいませんって言った後に何も言わんと、あら、結構な、なんて、不愛想な態度で、はいはいはい、ちょ、キレててんや。確かに。そこ見たとき、ちょっとこれ、働いてる人らの環境悪そうやなとは思いました。うわぁ、ちょっとそこ嫌やな。見たくなかった。確かに。1.7 やな。うん。マジで 1.7 やわ。6か7やな。うん。助けする。なんか途中でローション塗った、お前。塗ってない。死ぬほど熱い。熱いから。えぐ。マルカメの、お、総合評価。うん。6でございます。うん、ちょっとなあ、予想外にしない。これだいぶだ、ここの店舗だけかも分かれへんけど、分かれへんけど、偏りはあるけど、うん、確かにうどんはうまいけど、うん、うまいうまいうまい、うん、まあしょうがないよ、まあ、それが結果やから。店長が悪い店長かも分からんし、それは店長芸はあるとは思うけど、まあ、でもそれどこの店舗もあるからな、うん、それは。じゃあ続いて、はい、かのかわ製麺、はい、こちら行きましょう。はい、せーの、チャリチャリー。はい、ということで、はい、カノカワ製麺、なんかここがいいですよね。あ、もうじゃあ言っちゃおうか。今特典、特典あるんですけど、ちょっとあちらの方をご覧ください。看板、なんとカノカワ製麺1玉、2玉、3玉全部同じ値段です。ガチコスパえぐい。ガチ、これガチ。その分うどん美味しくないんじゃないのか。それを確認しに行きましょう。レッツゴー。はい、入店とともに来ました、はい、あ、ちょっと言い忘れてた情報です、はい、お値段、まずさっきの丸亀製麺があれ全部で1490円でした。おい、安っ。うんうん、エビとね、はいはいはい、で、こっちのカノカワ製麺がこれ全部で1560円。うん、あ、でもそんなことない。そうそう、で、これをちょっと見た感じ、エビ天がでかないそう、そうそう、これね、話しちゃうよな。あれなんかせえねん、あっちじゃない、あっちだけの取ってこなあかんかったし、なるほど楽しんでんな、面白いっすね。まずぶっかけ、ね、ぶっかけ、僕あんまね、好きじゃないですよ、ね、言ってましたね、はい、ぶっかけが、いや、あの子、あの子、あ、ふうってしちゃった。まあいいな、まあいいな。うん、これがカノカワうどんのクオリティ。おー、なるほど。気になる。じゃあなんかやっぱり、うん、いただきます。あれやって、あれあれやってよ、あれやってよ、やってよ。うーん、すごい。
まずいわ。俺とかあれな、絶対それだよ。それやから、おもろいことやってじゃないから。木村くんうどん出た。おい、ほんまに、ほんまにそう。うん、うまい、うまい、うん、めっちゃ食欲そそられる、シュッと、夏っぽい感じ。あー、すごいわ。うん、さあ、まあ、魅力的なエビ、エビね。サク感は薄いな、マルカメよりかは。これもどうなんでしょうね。うまい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 。あ、でもバリエビ、うん、あ、よかった、ちゃんとおるエビは。じゃあ採点する。そうっすね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。したということで、はい、かのかわの評価を。まあでも、うどんに関しては、うん、まあ丸亀の方がうまいから、まあうん、まあ頼むことはないかな俺。はいはい、かのかわが目の前にあってもちょっと離れた丸亀行っちゃうから。そうね、俺もそうだね。結構やね。玄関にかのかわそれはかのかわで、秋田に丸亀かのかわやったかそれはかのかわな。チャラの子何点ぐらい、うん、丸亀が8やったっけ、9か。そうやな、点数的には。うどんでも6か5やな。うどんの、うどんだけ、うどんの、あ、うどんだけ、うん、で、エビ天エビ天すいません、どうしたなんで俺らがやってんのかこれ、毎度な、毎回思っちゃうねん。そう、なんか普段からガクトじゃないねんから。そうやね、食通じゃないっていう。でもコスパはマジで間違いない。あ、それは絶対それはほんまや、三玉まであの値段やので、会社員とかタラリーマのデブとか。デブって言い方悪いけど、エビ天、エビ天良かったよ、全然良かった、マジで。6、7ぐらい上げたよな、エビ天に。ただパーフェクトではないな。ではない、さすがに。まとまりました。はい、カノカの総合評価、はい、5です。いいよ。いや接戦やな、だいぶ。5で、俺らみたいなんか辛口な、しかも辛口がかっこいいと思ってんの全員。全然大したこと言ってない。8、9、10で争えや、俺らみたいなもんは。なんか、ダシがさっきとちゃうな。ダシがどうとかじゃない、ちゃう。何が効いてるダシとか、なんもないもんな。カツオ強いとか、そんなんない。ちゃう、ちゃうな。そうやろ。で、続いて、はい、花丸うどん。花丸うどん。花丸うどんね。花、見に行きましょう。せーの。ジョイ、ジョイ。はい、花丸うどん登場です。見てください、期間限定。まあ、こっちかな。ああ、行きましょう。行こう。ちょっと値段も見ようね。値段な。じゃあ、はい、こちらすべてで1330円。あ、安い。安いね。やっぱりすごいコスパ。ええー、おわへんやからね。やってんね。プラスチックとかってなれへんけど。おいったね。出てた出た。出たぞ。これはもうサウナで焚き火とかじゃなくて、お前もこれを見せるから。かっこやな。かっこいいっちの弾力調が。逆に。せやな。やらかそうと思って。だしはね、だいぶあっさりめです。あっさりめ。うんうんうん。いや。ああ。みたいな。だし強い。うん。魚。ぽいぽいぽいしてる。頑張って。やっとな。何の魚かはわからん。魚っぽくもなかったけど、俺。昆布や。昆布なんだろ、これ。いや、俺の時魚でしたもん。魚ではなかったわ。あるけど、いただきます。はい、混ぜた方がいいんじゃん。あ、ちょっと混ぜ、うん、なんかね、ごまの香りがすごいね。だいぶごま、ごま、うん、え、ひき肉です。ええ、エビがこぼれてますけど。はぁー、なになに、なんか嬉しそう。これね、担々麺のやつもグーやん、うん、口に入れた初めのなんていう顔、はい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 、ゆずみたいな顔しようって。すごい、ゆずマジびっくりするぞ。カボス、あー、カボス、夏やな。すだちとか、すだちみたいな、すだち、うん、俺だけだから知らなかった、俺は。あー、
もっと泣くと、お肉も置いた方がいい。びっくりするから、マジな。これはもう担々麺か、なんか三種効いてる感じのね。うん、これが担々麺 の、 あの上の何マーラーの感じを育ちやと思ってる。めくぐかわいい。そういうこと。うん、マーラー、うん、マーラーだ、山椒やな、山椒とか、うん、エビ天、これほんまエビ天ちょっと楽しみやないっすよ。うわー、良さそう。これやん、それそれ、うん、あ、そっか、エビ無理やん。これはアメリカのバイヤー完全にもモールモールだ。うまっ、全然ちゃう。うん、最低ですか。そうしますか、戻りましょう。ごちそうさまでした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 。まあぶっかけからいきましょうか。うん、オッケー。どうでしたか。いや大好き。あ、俺も割と好きやったな。出汁がほんま今までと全く違う。うん、もうほんまあるかも、ちょっと勝ってんじゃないかぐらいまで僕は。いや、わかる。あ、ほんま俺はちょっとあの出汁があんまりな。あんまない。俺はあんま好きじゃないな。まあ好きであるわな。まあじゃあ同じ9ぐらい。9ぐらいかな。タンタンも美味しかったでしょ。うまかったな。ちょっとちょっと店員さんの情報いいです。どうですか。店員 の、 あのうどん入れてくれた子ちょっと金髪やったんですよ。おお。で、あ、ちょっと俺うどん屋さんで金髪はいかがなものかなって思ったんやけど、まあまあ後ろで働いてる女性の方に、おそらく上の方であろう女性の方が優しく指導されていたので、おお、割とポイント高いです。金髪が、いや、金髪以外の女性2人。あ、なるほど、ね、はいはいはい。美点なんかもう、そうだよ、言っちゃおう。これ10点俺出します。僕は出す。うっせやんあれ以上あんのかよって思っちゃったら。確かにな。取るのでか。10上げる。僕はですよ、まあ皆さんの意見であれしますけど、俺も上げていい。10、俺は10やね。なんや7点みたいな顔しやがって。パコン出すなよ雰囲気すいません。じゃあ9やわ。うんだ、これ9点です。よっしゃ、素晴らしい。ラスト最後の店舗なんですけども、はい、ちょっとまあ異色の、うん、出た異色、異色枠ね、はい、相模。うん、あらまあ、ちょっとお値段上がるんかな。上がるよ。そう、もうちゃんとなんていう和食屋になるのかな、ね、もはやちゃんと和食屋。さあどっちが勝つのかっていうのは最後まで期待していただければなと思います、うん、はい、はい、でちょっと今から僕たちは、お腹を減るまで待ちます。はい、はい、うんうん、でちゃんと最後の戦いで挑もうと思います、うん、よし、はい、平等にいきましょう。はい、じゃあせーの、チャリチャリカチャン。こんな感じですよ。だからこういうオリジナルで和食屋な。サバミオリジナル。ちょっと上。ありがとうございます。なあ、お坊さん。失礼します。お待たせいたしました。お伺いします。大エビ天おろしうどんの冷や。はい。一つと。もう一つと。はい。冷やし牛とろろうどん。はい。冷やし牛とろうどんがお一つ。はい。かしこまりました。失礼します。普通に飯食うて。お坊さんじゃないやろ。あげてくれやろ。横にちょっと気やったしまね。ああいう人ってそういう笑いに敏感やからずっとしてるよ。ああもう頭で笑うんだよね。待ってくるときずっとやっとにかけるのにカメラに。子供欲しいやろ。すごい。あ、いらっしゃる。あれぐらいの年から一回やってみたいわ。ちょっと子供が大人になったぐらいで親子してみたい。あ、なるほど。やってみや一回。誰か自分のトリスがやってくれるから。なんでこいつのペア俺なの。何もうまい。俺でも結構忙しい感じで行くから。結構な設定されてる。入ってやがる。結構高校通ってるぐらいで。女子も。女子、女子、女子。女子高校生の娘。そう。とお父さん、忙しめの、忙しめので、久々に外食に下がってきた。あー、刺しでな、珍しい。うわ、うまっ。最近どうなんかこう普通普通普通え、どう普通ってどういうこと。いや、別に普通やっけ。あれ、部活はやってない。いや、やってるよ。
やってる、何やってるの？バドミントンね。うわ、どうなの今？もう普通。普通やってみる。ガチ楽しそう。ガチまだでもなんか、何も怒ってないから、一回で、大会とか出た俺が何バドミントン大会とか出た。あ、はじめまして。あ、どうもよろしくお願いします。あ、誰しか。はい、あ、マジか。俺は何リバドミントンはこっちよね。大エビ天うどん到着。よいしょ。てエビ天うどんとも次元違うんだよ。ちょっと行っていい？行っちゃいなよ。どうだろう。うまいわ。めっちゃうまい。すっごいのさ。エビちゃん。うわ、ええ音。うん。どうなん。夏。夏。もう夏ですかね。そんなにうまい。うまいよ。奥行き全然ちゃうぞ。奥行き部屋。あれみんなもうスケールがでかい。映画。ハリウッドの映画強いとかそういうこと。そういうことなんや。でっけえかん。はい。かけていい。どうぞ。ぶっかけちゃってよ。ええ。くわ。これちょっと。トロロもおるもやばいよ。茶色でね、行くよ。ふわっとした感じ、なかなかないよ。お前、マジ言った、こいつ言った。すごい、うまいな、お前、口の中は。ほんまにうまい。言うことない、完璧、これ1位です。すいません、これ1位です。言わんでいいよ。うわ、うまっ。マジで、プライベートで食いたい。え、何で言うわ。今は何で上がる？ダメだろ。余韻すごい。何やこれ考えた。なんかタコス感もあるわ、トマト入れたら。タコス感？うん、タコライス。うん。じゃあちょっと会議行きます。はい、行きましょう。はい、行きましょう。ごちそうさまでした。非常に美味しかったです。まぁ、ちょっと難しいところではございますが、そうやな、比べないといけないということで。そうね、なんかもう完成っていうか正解を出された感じがして、まあ、これ10じゃなかったら何っていう、そう、ね、話にもなってくるぐらいうまかった、まあ、マジで。みんなどう値段。まあ他と比べるとやっぱり倍やからな。さすがにまあちょっと高い。もちろん花丸の倍って考えたら、そう、倍ほどの満足感はなかったからな。なるほどね。うん、値段の倍ほどでは。トイレは非常に良かったですよ。あ、トイレ良かった。良かったです。店員さんもまあ普通に。お坊さん。じゃ、お坊さんじゃないんやって。あれ俺らの独断と偏見やし、うん、どっち行くって話しちゃう。花丸か。うん、まあほんまそうやと思うわ。で、ほんま1週間毎日僕は花丸か。俺も花丸やわ。俺相模か。なんかブレブレのやつおんねんな、一人。なんかな、コスパ悪いとか言ってたりな。なんで、相模。はい。総合。はい。8点。2位です。すごい、すごいよ相模は。最強の2位や。すごいすごい。全然だから給料日とか、うん、ちょっと今日行けるなっていう日は全然うどん食べたかったらもう相模の方がいいと思う。以上、ランキングでした。はい、素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ次はね、なんかこれのランキング作ってほしいとかあれば、僕ら全然独断と偏見でやりますんで。そうね。じゃあ高評価お待ちしてますね。マジしてください。少ない、少なかった。嫌やな。嫌だな。8000目指してます。8000マジ目指してます。夏までにも8000いきます。はい、一緒に。じゃあまた明日の動画にしましょう。バイバイ。195万。何してんねん。2枚出てきた。195万。何してんの。寿司屋で一皿だけ食って出てくるね。ティッシュ。ティッシュ。じゃあな、そういうこういう紙も見てな。こういう、え、こういうのやん、ほら。34円。
え、サンガリア長い、長いです。いいぞ。3200円。いいやえ、結局口でか6935円。結果発表ということで最安値同士交換しよう。190円ぐらいだったで。おい30円。拾うなよ。7472円。なるほどなるほど。18200円。でも俺素晴らしいファンに会えたからええわ。それ俺らもあったじゃあ黒やめて頼むわ。あ黒入れってお前。いやもう一択じゃん。入れよ。この理由の家だよ。でも風呂入らずに80円までになんねや。まあせやな、踊ったりできる。そうっすよね。結局70あげるんで。そんな見たい。そんな身削ってまで見たいから。お風呂、うん、まずとりあえずごめんなさい、それもらって。何の謝罪やん。そこのファンおらんねん。歯ブラシはいらんかな。コーラ飲もうかな。